沢清金沢清は埼玉県入間市出身の元プロサッカー選手。ポジションはディフェンダー及びミッドフィールダー。小学校1年生の時に兄の影響でサッカーを始める。武南高等学校時代は左の攻撃的なウィングとしてプレーし2度の選手権に出場。1995年に進学した国士館大学では左サイドバックにポジションを下げて2度の 全日本大学選手権優勝を果たすなど活躍。1997年にはユニバーシアードに臨む日本代表に選出され、首相を務めた。1999年にジュビロ岩田に入団。FW からストッパーまで務めるユーティリティープレイヤーとして、チームプレイに徹し、守備を整えて劣勢を沈める役割を担って二度のリーグ優勝に貢献したが、 レギュラーポジションを獲得するには至らなかった。2003年、左サイドの強化を図る FC 東京へ移籍。原博美監督によって、左 SB のレギュラーに据えられると、優れた基本技術と状況判断でチームにフィットし、GK、土曜一と並びリーグ戦全試合にフル出場。この活躍で出身のイルマ市からも、元気なイルマ、生き生き功労賞の 第3号として表彰された。2004年も安定したプレーを続け、同年のナビスコカップ優勝に貢献した。2005年に入って細かな怪我が増え始め2006年には、アキレス腱断裂により長期離脱を強いられた。2007年の J1 開幕戦で復帰。シーズンを通して、レギュラーを確保し、チームを支えた。2008年、新加入の長友優斗に、 左 SB を奪われたが、岩田在籍時に、経験のあるボランチや、長友不在時の左 SB として、出場機会を得た。2009年に入ると、ボランチでも、米本拓司の台頭を受け出場機会を失った。2009年8月、左 SB を固定できずにいた岩田からオファーを受け、7年ぶりに岩田に復帰。的確なボールポゼッションで時間を作りチームを落ち着かせたが、 左 SB を本職とするパクチホや宮崎智彦の加入により徐々に出場を減らした。2014年ザスパクサツ群馬に完全一席。若いチームを支える精神的支柱として期待を寄せられるも開幕直前の練習試合で左膝内側側副人体を断裂。前半戦をリハビリに費やし、同年7月の第24節北九州戦で、 遺跡後初出場。ボランチに入り高い戦術眼と技術を見せたが、同年11月に、プロとしての現役引退を発表した。2015年は FC フエンテ東クルメでプレー。2016年、B 級指導者ライセンス取得。ありがとうございます。